私の大好きなジカツが所属してるとは思えないくらいジャニーズ事務所っておバカな事務所。ああもう許せない。山下智久、やばい腹筋、写真集バカ売れジャニーズの七光に頼らない筋力エピソード。ジャニーズ事務所さん今はあなたたちの売り方ではなくタレントの能力で持ちこたえてることを自覚しなさすぎでは。ジャニーズ事務所ってかつての自民党の田中角栄派閥並みにタレントにお給料渡してるの。だからチケ代返さないよ、みたいなことしないと起きんないの。それなのに事務所サウナ作ってみたり見るからに高そうなマッサージチェア置いてみたりしてるの。どれだけオタクにお金は高せるの。10日、ツイッターのトレンドにジャニーズ事務所が浮上。ジャニーズファンの怒りの声が相次いでいる。ジャニーズ公式のチケットアプリ、ジョニーズチケットをめぐってで、これは、ジャニーズジュニア。出演イベント、サマーパラダイス2022。サマパラから使用される入場時にチケットを表示するアプリのことだ。頭を悩ませていた。転売や対策もあって、紙のチケットからチケットアプリの導入に切り替わったと見られます。購入者は、アプリをダウンロードし、ファンクラブ会員連携をする必要があります。代表者と同行者がそれぞれアプリでチケットを受け取り、入場時に認証を受けられます。当日にバラバラで入場できるのも便利です。ただし、ファンが不満をこぼしているのは、他名義と同行者変更が不可能になるから。ジャニーズファンはチケットを取るために友人の名義を借りている割合が高い。今後はアプリの導入で、1端末1名義しか申し込みができなくなります。また同行者を一度登録したら、変更ができなくなる。体調不良だったとしても、別の友人を誘えないし、返金はされず空席になってしまいます。ジャニーズ担当記者。またリセール制度もないし、7月以降のコンサートはチケットの上限がこれまでの、1人4枚までから2枚までに制限されている模様。ジャニーズファンにとっては厳しい状況で、もっとファンを怒らせたのがアプリの利用規約第14条の文言だ。通信回線の混雑またはシステム上の不慮の事故等により、チケット通知が大幅に遅れ、または不可能になったとしても、当社はこれによりユーザーまたは第三者に生じた損害に対し一切責任を負いません。I'm your.